はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は人生のキースキルのまとめを話していきますね。人生において成功するために必要なスキルのことをキースキルという言葉でやってます。まあ、キーポイントとかキーワードのキー、鍵となるものっていうことですね。人生成功するためにキーとなる、鍵となるスキルっていうのは一体何なのかなっていうことを今日は解説していきます。はい。で、基本的な要素っていう話から入るんですけれども、まあ、基本的に人生で成功するかどうかっていうのは科学的な目線で見たときには、頭の良さとか IQ の高さっていうのが高い人に関して平均的に年収が高い、社会的地位が高いっていう傾向があるということなんですね。ただし、満たされた人生を送っているかどうか、精神的に満足しているかどうかっていうのとはまた別なので、今回はその精神的とか心理学的っていうよりも、どちらかというと年収とか社会的地位っていう、こう客観的に人から見て、あの人は成功者だなってわかる、そんな要素に、追求をしていきたいと思います。で、そのために一体何が必要なのっていうと、まあ、実はね、まとまってこれがいいよっていう結論っていうのはないんですよ。さっき話した地位とか年収といった社会的な成功要因っていうものに限定していくのであれば、次のスキルが重要ですっていう今日お話になります。次のスキルってここのスキル1だってところですね。はい。4つあります。21世紀スキル、7つのキャラクター、成長マインドセット、ソーシャル&感情スキルということで、まあ中にはね、見ても全然意味がわかんねえというものばかりだと思うんで、21世紀スキルっていうものから入っていきます。これ何かっていうと、今をかける、まあ、Apple とか Microsoft、ね、が、まあ、IT のもうなんかトップランナーみたいな感じですよね。が提唱するスキルの中で 4C っていうのが重要ですよっていうことを言ってるんですよ。で、4C っていうのは一体何かっていうと、クリティカルシンキング、コラボレーション、コミュニケーション、クリエイティビティっていうことで、それぞれ何かっていうと、クリティカルシンキングっていうのは客観的に物事を分析する力のこと。それからコラボレーションっていうのはパートナーとの関係性。そしてコミュニケーションっていうのは他人とうまくやっていくための能力。で、クリエイティビティっていうのはもう文字通りですね。新しいアイデアを創造する能力っていう、この4つが欠かせないよっていうことを言っています。皆さんの中にもクリティカルシンキングは高いけど、ちょっとコラボレーションが苦手だなとか、コミュニケーション能力は高いんだけど、まあ、クリエイティビティというよりはどっちかっていうと人にそのアイデア出しを任しちゃうなとかって、いろいろあると思うんですよね。だから全部必要なんですけど、全部をこう均等に用意する必要っていうのはなくて、その中でもあなたがここ得意分野だなって思うものを探してもらうのがいいのではないかなというふうに思います。はい。で、続いて7つのキャラクター。まあ、7つなんでね、さっきの 4C と同じで得意分野伸ばしてもらったら OK っていうことなんだけど、頭の良さっていうよりも性格が重要ですぜっていうことを言ってるものになります。で、グリッド、熱意、楽観性、セルフコントロール、感謝、EQ、好奇心。まあ、この7つですね。で、それぞれ何かっていうと、グリッドって、まあ、聞いたことある人は聞いたことあるかもしれないですけど、これに関してはやり抜く力っていう意味ですね。物事が、何かこれをやろうと思った時に途中でやめてしまうのか最後までやるのかっていう、その最後までやる力がどのくらいついているかっていうのがグリッドですね。それから熱意は対象への情熱の具合、例えば部活とか仕事に対してのどれだけ熱い思いを持っているかっていうところですね。それから楽観性っていうのは物事をポジティブに捉える力。そしてセルフコントロールっていうのは自制心のことですね。自分のことは自分で決めるっていうことです。それから感謝に関しては、今日一日の出来事にありがとうって言えることはどんなことがあるだろうなっていう、まあそういう客観的にいろんなものをこう見渡すことができる力なんかも言ったりします。それから EQ っていうのは感情の豊かさとか穏やかさのことを言ったりします。そして好奇心っていうのは興味関心のことですね。で、全部7つとも伸ばせっていうと、無茶なこと言わないでくださいよっていう話になっちゃうんで、どこを伸ばすことができるのかっていうのを得意分野に絞ってみるっていうことで OK だと思います。はい。今のが7つのキャラクターですね。で、続いて成長マインドセットっていうものがあるんですが、これ一体そもそも何っていうと、自分の能力っていうのはもう努力次第だっていう考え方ができるかどうかなんですよ。もともと生まれ持ったセンスとか能力で決まっているんじゃなくって、努力でなんとかできるっていう考え方を持つことになります。で、能力っていうのは自分の頑張り次第で上げることができるんだっていう考え方っていうのは、実はさっき2番目で挙げた7つのキャラクターのうちの、セルフコントロールとか楽観性、それから EQ っていうのも上がるって言われているので、まあ、もしかしたら成長マインドセットっていうのを鍛える方が成功への近道じゃないかなというふうに思いますね。それぞれのそのセルフコントロール、楽観性、EQ っていうのを育てていくっていうよりも、もう
自分が頑張れば頑張るほど成果出せるんや、能力上がるんやって考えてる方が3つまとめて上がるんで OK じゃないかなっていう、そんなところですね。そして最後、ソーシャル&感情スキルっていうところなんですが、これに関しては5つのセルフマネジメント、セルフアウェアネス、ソーシャルアウェアネス、人間関係構築スキル、それから決断への責任感っていう5つの話が、5つの能力か、があって、それぞれ何かっていうと、セルフマネジメントに関しては、どんな状況であったとしても、自分の感情とか、どんなことを考えているかっていう思考とか、普段と取るような行動とかねっていうのを適切にコントロールすることができる力のことを言います。それからセルフアウェアネスって、セルフってまあ自己で、アウェアネスって気づきなんで自己への気づきなんですけど、自分の感情や思考に気づいてどのように行動へ影響しているかっていうのを気づく力になります。だから例えば怒っている時についつい物に当たってしまうとか、考え込んでしまうと人の話を全然聞いてないとかって、そういう自分が今思っていることとか考えていることが行動にどう現れているのかっていうことを知っておくことが大事だと。だから怒っている時についつい物に当たってしまうのであれば、物に当たらないようにするためにはどういう行動を取る、どういう対策を取るのがいいっていうことを持っていくっていう、そういう力になります。それからソーシャルアウェアネスっていうと、様々な文化とか環境にいる人たちの気持ちを理解して共感できる力。まあ、特にこれは夫婦間なんかですごく重要な、ね、スキルになってきますね。それから人間関係構築スキルっていうと、いろいろなタイプの個人とかグループ、ね、にお互いに価値を与え合うことのできる関係性のことを言います。そして最後、決断への責任感っていうのは、物事の判断基準っていうのが個人、私自身とか相手とかっていう個人とか集団、まあ何かその部活といったコミュニティ、学校とかね、それから家族とか会社といったコミュニティにおいて正しい選択ができるかどうかっていうことなんですよ。家族で高校で過ごしていこうってね、例えば大阪のとある町で過ごしていこうってなった時に、そこで果たして息子ちゃん娘ちゃんに関してはいじめられずに6年間小学校を過ごすことができるのかとか、会社で社長がこの方向性で進んでいくぞってなった時に、会社のに勤めている人たちみんなが幸せになれるかどうかっていうことが、正しく判断できるのかどうかっていう、そういうのが決断の責任感として大切になってきますよっていうことなんですね。はい。ではスキル一覧見ていただきたいただいたんですが、まとめとしてはあくまでラインナップの紹介なので、残念ながら今日で、ね、それぞれの、じゃあセルフアウェアネスとか7つのキャラクターのグリッドとかね、成長マインドセットとかって、そういった力っていうのをどうやって伸ばしていくかっていうのは、まあ、キッズの動画、すでに出してある動画の中にも直接名前出してこうやって鍛えられますっていうことを上げている動画もあったりしますんで、まあ、ぜひそれは調べてもらえたらいいかなっていうふうには思います。まあ、全体のね、それをセルフアウェアネスはこうやって鍛えるんだよとか、そういう話ができたらいいんですけど、残念ながらそこまでは今回載ってる文献を引っ張ってはこれなかったんで、まあ、機会があればそのあたりもね、一個一個解説できたらいいなとは思ってます。ただしここってあくまで紹介した4つのスキルっていうのは、そのね、先ほどのアップルとか、マイクロソフトが出している 4C とかっていうのは、各団体とか研究者の独自の見解だったので、科学的に見てこれが絶対だっていうわけではないんですよね。とはいえ、まあ、それぞれのね、特にアップルとかマイクロソフトなんか分かりやすいくらい成功の塊じゃないですか。だから成功者が出したスキルっていうこと自体には間違いがないっていうことなんで、まあ、その4つ挙げたスキルの中の1つでもいいですし、その4つ挙げた中の1つ選んだ、さらにその細分化した1つを挙げるっていうもので、何か1つの取得っていうのを目指してみる価値っていうのは十分にあるんじゃないかなと思います。せっかくね、成功している人たちからこの能力がいると思うよっていう風にヒントをもらえてるんで、ぜひ取得にチャレンジしてもらえたらいいかなという風に思います。ということで本日の動画は以上でございます。またお会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。